工場長のチャンネル。こんにちは、工場長です。今日はこちらです。ドゥドゥーン、シルバニアファミリー、街のおしゃれなグランドハウスということで、去年から出ているタウンシリーズ。去年はデパートとレストランとマイルームとトラムの4種類あったんですけど、今年また新しくグランドハウスというものが登場しました。2階建てのお家みたいな感じなんですけど、紫の外観がめちゃくちゃエレガントでおしゃれですよね。ということで今日はこちら開けていきたいと思います。それではまずパッケージからざっとご紹介していきます。こちらのタウンシリーズ、本当に作りが凝っていて、今回もこういうシャンデリアっぽいのがついていたり、あとこの階段とかもさ、すごいおしゃれで、この扉一枚一枚もとても細かくできているんじゃないかと期待しております。でこの右下注目してもらいたいのが、この子も今年から発売されたマシュマロネズミファミリーさんです。ということで今回マシュマロネズミさんファミリーもお呼びしております。この子がお姉さん、男の子、女の子、お母さん、お父さん、赤ちゃん、そしてこれがめっちゃ可愛いです、三つ子ちゃん。みんなね、耳がハートなんですよね、耳の中、それがとっても可愛いですね。まあそんな感じでちょっとネズミさんファミリーは置いといて、こちら側面見ていきます。いろんなタウンシリーズとつなげて遊べるよという内容が書いていて、後ろグランドハウスの外観じゃなくて、その反対側、中側の室、そしてこっちにはセット内容が書いてあります。早速開けていきましょうか。セット内容はこちらです。まずこちらがグランドハウスの本体です。外壁が彫刻っぽく彫られています。お花とリボンかな。窓枠もとってもおしゃれで、この扉もおしゃれですね。下の扉もエレガントです。そしてここのアーチの出っ張りも高級感が出ていますよね。内側も彫刻っぽく彫られています。床も可愛く模様が彫られています。すごいね。続いて屋根です。さっきの外壁の紫よりも濃い紫の色です。これを乗せちゃいます。続いて柵、こことここと、ここよし、これで転落防止になります。あと2つは後ろ側のこの辺、好きなところにつけていきます。よいしょ。次に窓枠も入っています。これはここにはめるようにガチャッと。続いてこちら屋根飾りっていうのも入っています。ここの屋根の穴が開いているところにはめます。なんか高級感が増しますね。よし。最後ここ。続いてこちらシャンデリアまで入っています。屋根のこの裏側、わ、ここもさ、すごい彫刻だね、今気づいた。ここのところにシャンデリアをはめるとエレガント。続いてこちら床と通路が入っています。この辺は使い方自由で、お家の中側に置いてみたり、外側に置いてみたり、通路は前で、家の中の方を床をつけてみたりと、いろいろとバリエーションがあります。そして最後階段です。階段もつけられるところが3箇所あって、ここにこんな風につけたり、この家の横部分が空いているので、ここにこうやってつなげたり、あとは家の内側、この辺につなげたりと、まあ、自由に置いてレイアウトしてくださいという感じです。ねえねえ、来週の土曜日何やってる？私は天気が良かったら日向ぼっこかな。私は来週お姉ちゃんが新しい家に引っ越すから見に行くの。今の家もすごくおしゃれだったよね。うん、でも今よりももっと素敵になるんだって。すごい。お姉さん、デパートでのお仕事順調なんだね。うん、いつも忙しそうだし、よかったらみんなも土曜日一緒に見に行かない？いいの？行きたい行きたい。うん、じゃあお姉ちゃんに言っておくね。わー、楽しみ。じゃあお父さんにトラム出してもらえるようお願いしておくわ。うわ、トラム？ありがとう。ぷっぷー、こんにちは。さあみんな乗って乗って、今日はよろしくお願いします。あれ、クルミリスちゃんは？
もうすぐ来ると思うんだけど。遅くなってごめんね。え、お引越し祝い運んでたら結構重たくて。気持ちは嬉しいけど、そんな用意しなくていいのに。あれ、それってくるみりすちゃんの家のリビングにあったやつじゃない？うん、いろいろ探したんだけど、これぐらいしかプレゼントになるようなものがなくて。え、お母さん許可くれたの？え、同じの2つあるから1個ぐらいいいんじゃないかな。家に持って帰らないと。お母さん困っちゃうよ。うん、そうかもしれない。じゃあとりあえずソファーもトラムに積んで帰り送ってあげるよ。ありがとうございます。じゃあうさこちゃんのお姉ちゃんのお家迎えましょう。うん。ガタンゴトン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 。ここだわ。うわー素敵。すごい、2階建て。あら、うさこ着いたのね。お友達もこんにちは。こんにちは。こんにちは。さあ入って入って。まだ何もないんだけど、もうすぐ家具が届くはずなの。お邪魔します。うわー綺麗。素敵なお部屋ね。お姫様のお部屋みたい。うわー虫が一匹もいない。すごいね。うん、いいな素敵なお家。あ、きっと家具屋さんだわ。はい、こんにちは。家具お待たせしました。ありがとうございます。とても楽しみにしていたんです。マシュはキッチンでしゅ。これは今年発売されたばかりの新しいタイプでしゅよ。ん、ご本人様お買い上げありがとうございます。早速実物はこちらでございます。キッチンの雰囲気に合わせて夜間もついています。そしていつでもマフィンが食べられるようマフィンもセットです。このマフィンは取り外し可能です。ただとても小さいのでなくさないように気をつけてください。そしてガスの下は扉がついていて、この中ではパイを焼いています。このパイも取り外し可能ですよ。あとはここも開くのでお魚を焼くのに使ったり、この下も開くので収納に使えます。そしてこの下も開くようになっています。さすが家具デザイナーのマシコさんだわ。頼んでよかった。すごい、とってもおしゃれだわ。私も将来こういうお家にしたいな。あとご注文いただいていたのがこちらの町のダイニングテーブルですね。これも今年発売されたばかりのものなんですよ。そうなんですね。こちらが実物です。これもまた素敵ね。さっきのキッチンによく似合うわ。ありがとうございます。でもこれだけじゃないんですよ。あと付属で花瓶、花瓶に入れるお花、ディナープレート2枚、デザートプレート、ナプキン、そしてソーサーとコーヒーカップ、これだけあれば素敵なディナーを過ごせるはずです。うわー、こんなところで毎日ご飯食べたいわ。ねー素敵だね。そしてご注文のお品、最後はこちらのベッドです。デザインはもちろん素敵なんですけど、今回の見どころはこちらのマットレスです。ふわふわなので寝心地抜群なんですよ。ほんとだ、すっごい体にフィットするわ。みんなのおかげで家具の移動がスムーズにできたわ。ありがとう。いえいえ、とても楽しかったです。こんな虫のいないお部屋があるんだって希望が持てました。それは良かったわ。またいつでも遊びに来てね。はい、はい、じゃあそろそろ帰ろうか。うん、そうだね。じゃあお邪魔しました。お邪魔しました。じゃあねお姉ちゃん。うん、みんなありがとう。またね。ガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトン。すごいお部屋だったね。ほんとすごかったよ。私も将来ああいうお部屋に住めるよう頑張るわ。うん、う
うさこも頑張る。あれ、くるみリスちゃんのソファさっきそこに置いてたよね。あれ、ほんとだ、なくなってる。お姉さん一人だと寂しいと思って。あれ、このソファ何かしら。ん、ということで今日はシルバニアファミリーのタウンシリーズ、街のおしゃれなグランドハウス遊んでいきました。もう見てもらった通りクオリティがものすごく高いので、子供はもちろん大人の方でもインテリアとして使えると思うので、よかったらチェックしてみてください。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。